札幌で今日小中学生が起業を疑似体験できるイベントが開かれました。札幌、トカチ、室蘭の小中学生が話し合っているのは商品作りのアイディアです。北海道大学などが開催したこのイベントでは5人一組でチームを作り、ゲーム感覚で課題をクリアしながら起業について学びます。商品開発から始まり事業計画書を作成、さらには本物の銀行員を相手に資金調達の交渉などもします。子どもたちは普段できない体験を楽しみながら起業に必要なことを学んでいました。